リオン落として一時交換メディエサー交換ワンタップ、オールドローンで丁寧にクリアリング。これで時間稼ぎができますね。設置が難しい、スパイクあると難しいですが、ネスが核を落としている。人数差はクレイジーラクーン4対2。ここだ。アンセムの HP も残り少ない。飛び降りたメディエサー頼むのかそれ。残ったのはアンセム、最後はマンチキン。やはりサイトを取るとこまでは良かったんです。ギリギリ映ってないですね。アンセムをお互い死人できないか。上にゼファーはいるぞ。テルイント逃げた。バスがネス落としている。ました、ね、ゼファーもしているぞ。ただサイト内まだ2人いる。うまい。メディエサマンチキン A を止め切る。残ったのは神の子、そしてバズ。そうですね、神の子はあのラインを維持しつつ、バズが設置しに向かうか。武器はクラシックということもあり、かなり辛そうですね。マンチキンタイミングのオールドローン。さあワンオツ HP は残り5です。オールドローンで位置をバレる。続けざまにパラノイア、リオンが詰める。理想はそうですよね。あそこもね。さあネス位置はバレているぞ。マンチキンスモーク抜きだ。タップ打ちでダブルキル。ネスもそれに引き続いてキルを取っていきます。マンチキントリプルキル。パーフェクトラウンド。ネスとマンチキンがこのラウンドを終わらせてしまった。ここでパーティータイム、ショーストッパー。足元飛んでいったメデューサー、ゼファーが一人返している。ここでロックダウン。これはマンチキンスモーク抜き。神の子ゼファー落としている。設置できない。いや神の子トリプルキル。ロックダウンも壊しているぞ。神の子まだ行くのか。素晴らしいハンターズフューリー。あと30秒、残り時間少ないが、マンチキン核は落としている。 3on1 残ったのはネス。裏から来ている。チャンスが来ましたね。神の子の素晴らしいトリプルキルから勢いに乗りましたファーストゲーミング。行くかな、勝負するかな。ここでこのタレット、このタレット強いですね。神の子のカバーに行きます。バズ神の子が落とされてワンオフ。ムーンボット位置は分かっているが、バズ抑え切りました。何かディフェンダースポーン打ち合いに勝っていった。バズがマンチキンを落としている。神の子のいいペイント弾も入りました。ハンターズフィーリー今度はこちらの6段。ハンターズフィーリーを吐いたことによってこれは壊しきれません。壊せないですね。これは安全に設置できるようになりました。あ、ここはアンセムも裏を取っています。こうなると、なるほど、もう完全にベルトのラインまで下がっていくようですね。アンセムがゼファーを落としている。この裏取り、さあリオング返して、返しはするんですけど人数差で不利になりました。ナノスワーム、まだ壊し、一旦ショックボルトで壊しきれませんでした。壊す前に早めに2つ目発動しましたね。さあ離婚も相まって、ここのスモーク抜き、メデューサーガチャと落とされている。さあこうなるとタレットもあります。ワンオツ、最後はバズが抑えきりました。勝負を仕掛けるのはバレても強いですね。ここなかなか前に出づらい状態ではありますが、パラノイアをしっかりと抑えましたネス。リコン1交換、ああ映った、リコンに映ったリオン。さあ B 前目2人が落とされてしまいました。クレジラ君 B 側へのカバー、設置をできるかどうか。神の子はマンチキンを落としていますが、メデューサもアンセムを返している。人数差はファーストゲーミングの有利か。神の子飛びますか。ディフェンダースポーンしっかりとゼファン見ていました。メデューサとんでもない位置に入っているぞ。裏取り、これは神の子を押さえた。最後はトラネコ B 前目の攻防で落としている。ただアンセムアグレッシブなプレイング、 HP が削られました。一日交換が続いている。いやトラネコのトリプルキル、これバレましたね。裏のリオンワンオンツーです。うん、安全にこれは B 逃げますね。ファーストゲーミングのこのいい動きがリオンは読み切れないか。分かってもやっぱりすぐに移動するのって難しいですよね、こういう状況。アルティメットも溜まっていない状態です。本当にこれでかなり広い位置に設置できました。ここが一番強いですね。これはもう B メイン中央、そしてスポーンからも見えるとても強い設置。そうですね、キッチンから回って上から攻めるという手もありますね。リオンもスポーン側は分かっていると思うんですけれども、このスモークの切れ目、リオンが見えた。ヘッドショット、トラネコこのラウンド食わずきる。ファーストゲーミングも追いついてきましたね。はい、リーダー君は結構こう B メインをなんとか初動抑えようという動きに結構固執しているように見えますが、
スゲーミングもあまり付き合わなくなってきましたね。かわすような動きを取りに来ましたね。分からなくなってまいりましたアイスボックス。さあクレイジーラクーン、ここはマネーがありません。今のところファーストゲーミングはあまりミッドを使った攻めを見せてないですね。だいたい A メインから行くか、まあ、B メインを攻めるかですよね。かなり固まって動きますね。さあ今回も B メインパラノイア打ってオールドローン、S の位置が上がっている、ね、位置上がってバッキーバズが落とされましたが神の子はすかさずカバー。このワンウェイスモーカー進行を止めてしまう。その隙にゼファーが寄っていると。さあゼファーのブレイドストーム、B でキャリアダウン、ビヨンが落とされはしましたがまだ B にはゼファーがいます。そうですね、人数はイーブンですからね。いや打ち抜いてる、ゼファー落としている。メデューサハンターズフィーリーを返していますがその隙に神の子は進行、いや当たらなかった。メデューサマンチキン、アンセム体力がないですね。マンチキンも残り HP は5ですが人数差は1オン2。いやわこれはちょっと分からなくなってきたか。ただ設置は無理ですね。これメデューサヘッドショット、エコラウンドで取り切りました。クレイジーこのままさすがに下がるということはないんじゃないですか。 A 側4人が待ち受けています。中にはゼファーのオペレーターもいる。アンセムがいいエントリーだ。入りますか。ショーストッパー、これはネスのショーストッパーだ。見てない、しっかりと避けている A サイト。いやこれポジショニング難しいですね。お互いのゼファー、そしてネス重なりすぎましたかね。最後はメデューサ、やはり人数差が大きかったか。 A 側にしっかり、さあキッチンでの攻防、おグランドバックのピーク、バズはしっかりと対応。アンセンもリオンを勝ってる、そしているHP は削られてはいますがしっかりと人数差を作ることに成功しました。こうなると A 側に行くしかないのがクレイジーラクーン。各所で打ち合いが展開されてますがトラネコのいいポジションがありますがゼファー、そしてマンチキン飛び込んでいく、ね、1-1交換。まだサイト内神の子はいるぞ。残り1名、残ったのはゼファー。いやーゼファー1人離婚で位置がバレてしまう。挟まれる形、4-1。これは苦しい、弾が足りないか。最後はまずこのラウンドトリプルキル、ケジラ君のねもう集まってきています。前半最終ラウンドのような総力戦になるのか、ね、スモーク。まずはファーストブラッドマンチキン、バズがダブルキル。正面のぶつかり合いです。サイトにはなかなか入れないでいるクレジラ君、設置が一番困難ですね。さあマンチキの位置分かってはいる神の子、スパイクが落ちてしまう。バズがいい位置に入っている。今一瞬見えたが7つ雨ましたね。逃げ切ることに成功。ディオン、そしてマンチキン HP が少ないか。無理はしません。ファーストゲーミング難しいし状況ですね。クレジラ君は何とかして一人ずつ倒していきたいし、体力があって武器もいいのがマンチキンだけなので。スローで進化よりかマンチキン神の子を落としている。おっとワンバンス落としてスパイクはまだ取ってない。各位置はバレてはいません。体力はあります。あこれ二人で勝負しに行きますね。あと10秒、後ろを向いたところにリオン進んでいく。マンチキンが先頭だ。グレネード配置、グレネード展開。こうなるとロックダウンはいつ発動するか。おマジでバズ落としている。これは大きい。いや一気にキルロックがクレイジーラック一色だ。いやデスマンチキンリオン、まさかの位置はバレている。アンセム姿見られました。囲まれている。なんだそのジャンプ打ち。裏からはデス、いやマジか、取り返しを完璧に抑えました。さあどこまで行くか。お手前隠れてましたね、トラネコ。トラネコは前半落としている。いや、デスのショーストッパーだ。いやー、横に隠れてる柱裏。ここはヘビに打ち込んだ。いや、バレていないぞ。飛び出した画面をデス落としている。バーシャルワンチャンスあるのか、ツオツ。いやー、B 逃げますね、これ。サイト内にはマンチキン B 設置だ。さあ B 設置なのは分かっているが、サイト内のマンチキンの先にやりたいところですかね。いやマンチキン粘る。対応が最後の一人だ。ワンオンワンに持っていきましたが、各の HP は20、体力かなり削られましたね。こうなるとリオンがどこにいるのか分からないのがファーストゲーミング。手前にいる。うん、設置してここまで戻ってきますか。ペットが上がっていますか。ゼファーのブレードストーム。アンセムの HP もかなり大きく削られた。残り HP25 ねー。
オールドローンで B を進行してきます。クレイジーラ君、 A 側にはマンチキン。まだマンチキンが A に残ってるという情報は言っていないと思いますが、一気に切り返す。いや、ネスだけが残っているかということは、ネスが何かしらこうフェイクをかけるような動きをするのかな。ただこれ今回 A キル上位なので、タレットを動かすようなことはないと思うんですけれども、バズはこのサイトの上のポジショニング。足音が聞こえたか。そうですね、着地音は聞こえたと思います。タクが少し映画を気にするような動きを見せていましたが、まだ寄りません。さあ映画は一気に飛び込んでいきました。ナノスワーム、中設置に切り替えます。リオン、この判断はどう出るか。神の子バズ、タイミングで顔出しましたね。パラノイア、飛び出すリオン、打ち合いはリオンだ。バズが先にやられてしまいましたね。神の子のショーストッパー、 HP は削られますが歩みは止めない。サイト上マッチキン当たってる、クリーンヒット。状況は有利ですが体力がないですね。さあワンワン、神の子解除中だ。ガチ解除、間に合わない。最後はリオン、 B メインをスローで進行しています。タレットが反応した瞬間にこれカーボール。いやー、ゼファーのこのエントリー全く対応できていない神の子。早すぎましたね、崩れましたね一瞬で。あっという間に頭上を越えていきました、ゼファー。いやー、横にも待機してる。サイトにいたかと思いきや急にマーケットの出口に。セットでゼファーの動きを捉え切ることはできないか。3人体力一も削れてないですよ、ゼファー。歩みを止めません。敵のいる方向へ強気に強気に勝負を仕掛けていく。ネスも引き続いて残ったのはバズ。残り試合21。いやー、体力がない、まさかのパーフェクトラウンドか。強気すぎる。ここだ、投石強さで B メインも取れている状態。これ A バサミですけど、タレットが反応したらまた神の子来ますよ。これパラノイア、いやカーボール、よく反応した神の子。明らかに対応した動きだったんですけどね。デスのジャンプ、核は落としているが一時交換。人数差ファーストゲーミング、クレイジーラックンサイトを取ることに成功はしましたが、下がりますか。 A ショートは取られてしまっている状態。マークした。さあ今ヘブン3人が見えました。そうですね、いやまさかこのためか。アレス50発の弾丸がファーストゲーミングを襲います。リロードも長い、まだ抜く。うわ、当たってる当たってる。 HP がじわりじわりと削れていきます。ほう、面白いスモーク使いましたね。リオンはスモークの中隠れている状態。うわ、まさか裏を取っている。マジか、一時交換。最後はバズがマンチキンを落としている。昨日見せてますね、この動き。グレネード展開、アンセムが見て神の子がカーボール投げるですね、これ。あの時はクルーズ、そしてジンクスのピックが嫌でしたが、トラネコ最後抜きましたか。抜けるか、そこ急に。何の情報を持ってそこ打ったんでしょうね。人数差を作れました、5対3。もしかしてトラネコが見て報告したのか。さあアンセム、そして神の子カーボール、ガングライダー、素晴らしい。もう一個ある、もうない。ただ時間稼ぎはもうできましたね、これで。ブレイズ、そしてホットハンド、炎の壁の裏にはリオンがいるぞ。あと30秒。いやリオン、これはかなり苦しい位置。最後はトランワンクレップ、お互いだけ削れたかな。外してしまったか。マンチキン攻めの手は止めない。ファーストゲーミング、一時交換カバーしましたね。 B メインを3人で詰めていた。いやー、ただどうですかね。中央進行しているのはゼファ、 A ショートにはマンチキン。トラネコを抜けたら大きいですよ。トラネコ、これライン A があればロックダウンの返しがありますからね。これは A 側を完璧に上げてるような形。いや、もう打つのか。早めに切る。ただこれゼファーがオーラ取ってるのが、この裏取り気づけるか。いや、バズがなんとかカバーをしている。被害は最小限。さあどうだ、これ A ちょっと攻めにくく感じますが、まだ行きますか。これリテイクでトラネコロックダウン打とうとしてますけど、メデューサが設置でハンターズフューリー上がってしまうんですよね。ああ、そうですね、確かに。あと30秒回ります。残り時間が少ない状態。 A サイトを取られているのは分かっている。アンセム、 A ショートも警戒しつつなので、なかなか飛び出せない。おっと、スパイクをリオンに渡しました。早めに切ってきましたね。ハンターズフューリー、なるほど。
いや、大砲取って、マンチキン、銃口が見えていたが、トラネコは抜いている。最後の1人だ。1対2ですね。リネさん強気にピークをしましたが、しっかりとまずカバーをしていました。エコとはいえど警戒を怠らないですね。ただメデューサバズ落としている。これは大きいですね。こうなると A 側に意識割かなければいけなくなりますけど、本命は B ですね。これがとんでもないポジションを取ってますけど、クラシックで壊しきれないから、なかなか壊せないんですよね、あのタレット。さあゼファーのこのエントリー、ただ B サイトは明け渡しているファーストゲーミング。うわ、このカメラ、これ中央怖いですね。ただカメラの音が少なからず聞こえていると思うので、ハンターズフィーリー、マンチキンいつ動くのか。いや動かない、マンチキン、あーっと外してしまった。シェリフの恐ろしいところでもありますが、ここは逃げ返ります。いや、ここは外さない。アンセム落としている、ニューラルセフト。このニューラルセフトでかいですね。裏取りを落としているが、2オン3という臨勢差がファーストゲーミングを襲います。エコラウンド、落としてしまうのか。ファーストゲーミング、いや、リオン落としている、2オン2だ。サイトラカー勝利、十分稼いだ。もう間に合わない。メデューサは遠くの遠くに逃げている。なんならもう肩、これは痛いぞ。いや、引くことには成功しています。開始のアルティメットがないんですが、ラーカーのマンチキンを落としている。これシャッターがまだ閉めてないですね。さあ3対4、メデューサのこのポジション、あえて勝負しますか。ゼファーがバズ落としている。あ、スモークルだが、エイショート。いや、残ったのはリオンだ。フロムザシャドウ、どこに飛んだ。これは戻る、うん、そうですね、抑えていました。角分かってましたね、動きが厳しいでしょう。中にいるのバレてますよね、これ。足が見えている、ここだ、捉えきれない。デズゼファーネスリー、いや最後もゼファーだ。で一旦 B メインを取った動きを見せていきますね。ショーストッパー強行だ。デゼ、お、逃げましたね。これサイドライン飛び込んでいく、バズが抑えている。ゼファーカバー、アンセンボヒロを取っているが、一時効果がついていく。いや、マンチキン2対3という状態を作り出しました。トラネコオペレーターということもあり、そうですね、リテイクは厳しい状態。神の子の動きにかかっている。神の子はどれだけこの位置で削れるかですけど、いやー、マンチキンのオフアングル、そしてこのワイヤー、こういう時オペレーターってのもきついですね。いやー、マンチキンさらにオフアングル、頭1個で、いや鬱陶しく時間稼がれますね。そしていつの間にやらマーケットを取っている。いや落としているぞ。メデューサが素早いカバー。前半あーラッシュの機会を想定してペイントラン構えてますね。行きましたが、ここは逃げれない。神の子どうするのか。当たってるぞ。逆にカーボールで落としていく。11効果になってしまったか。カバーに出たトラネコはリオンに落とされます。ホットハンドも使っているので HP 回復ができません。ないですね。あっ、ゲージ越し、マンチキン、これはでかい。40裏取りを落としている。バズもキルを取っているぞ。2オン3だ。残り1名、一時交換。残ったのはリオン。冷静な角、冷静でしたね今の M。 やはりファーストラウンドのゴースト、難しいですよ。ここオルドロ映っていない。ショーティー、あわやダブルキルというところ。しかも生還しましたよ。壁を抜きましたが、神の子まだネスのショーティーバッキーが控えている。A3 のところに攻めてしまうのか。パラノイア打ち込みますが、ネスは食らっていないぞ。ここだ。いやー、これまたスモークの中入ってますね。神の子裏をついた形。ただネスリオン、残ったのは各武器やゴースト、時間もない状態。最後はメデューサ、今のラウンドはいかがだったでしょうか。ハイトークに2人待ち構える形ですから。メディエスがアンセムを落としてゼファーも続いていく。いや、ゼファーが強い。マンチキンも耐えた中で粘っている。残ったのは角、最後は飛び込んできたです。やはり中でこう2人でも抑える体制ができている。重圧、そしてクレイジーラックのプレッシャーを感じているのかもしれません。デスのこのピーク、うわー、リオンのパラノイアも相まって、神の子は全く何もできなかった。ここに来てクレイジーラックのペース、やはりこう相手が、ここはヘブン社の設置になります、うん、
機内にいるかどうかの情報を見ましたね。ジェファーのオペレーターの音がヘブンから鳴り響きますが、5対4ったブレイドストーム頭1個勝負かけていった。ここはカクロキル、おおほほ、ブーンボットが2人持っててる。ワンオツー位置は分かっている。まずリゴに移っています。クラウドバーストの中スモークはもう消えるぞ。滑空の音、さらにクラウドバーストショーティーだ。あー危ないので、今チラリと見えたか。落としていきます。これで安全にそっちまで持っていきたい。気温の位置も分かっている。ただヘブンにはメデューサ、いや打ち合う判断ですか。これ解除中マンチキン狙われますよ。接種が敵何やってるけど最後の一人だ。だったー、いやー、なってしまった。どうだろうか。ですがとんでもないところを詰めている。噛み合うのか。いや、あー今気づいたようですね。マンチキン一時交換、ただラインとバック履けませんでしたね。もう B 寄れてますよこれ。さあ、ね、ロックダウン打つしかないが、ショーストッパーを構えたネスが待っている。いやタイミング次第だこれ。あーっと、ダブルキル。最後はバブル間に合いません。そしてネス決まった、決め切ったクレイジーラクーン13